はいどうもブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回はねちょっとね夢のある話をしようかなって思います。皆さんね日々物価高騰で大変だと思うんですよ。何買っても高い。で最近はね特に実感しますよね。ほとんどのものが値上がりして収入そのものは全然上がらないのに物価だけが高騰して家計を苦しめてる。でその中でも特にねガソリンですよ、ガソリンの値上げ。ガソリンなんてね本当に目に見えて価格が変動してもどこまで上がるんだよっていう感じで、車を使わなければいけない人にとってはこれなんとかなんないのって日々思いますよね。ハイブリッド車が主流になりつつある今の世の中でもまだね完全な電気自動車の需要っていうのはほとんどないんですよ。これはね電気自動車の充電の問題だったり、あと1台にかかるコストがかかりすぎるっていう問題とか、あと電気だけの車だと結局ちっちゃい車しか作れないとか、あと雪国では電気食いすぎてほぼ使い物にならないとかの、そういった問題がね山積みなんですよ。なので結局ねハイブリッド車といえどもガソリンとバッテリーを併用して走ってる。だから完全な電気自動車ではないわけ、でこのガソリンがね数十年前 の, バブル前世紀とかバブルの前の価格に今後戻るのかっていうと、ちょっとね現実的に考えてもあの頃までの安い価格には戻らないでしょ、でだったら石油とかガソリンに代わる新しい燃料とかないものかってやっぱり考える人いると思うんですよね、だってもうそんなに高い燃料だったら無理してそれ使わないで別な燃料に変えられないものかって考えるのは至極当然の話であって、でそんな中で最近ちょっとね話題になってる新しい燃料っていうのがあるんですよ。それがね人工石油って呼ばれるものなんです。これがねすごいらしい、これからちょっとね説明していくよ。まずねここで重要になるのがラジカル水っていうものでして、これはね水と大気中の二酸化炭素に特殊なね光触媒を当てることによって作られるらしくて、この出来上がったラジカル水とまた大気中の二酸化炭素とあと作りたい燃料、例えば石油だったら石油、この3つを化学反応させることによって新たにまた石油が作られるんだそうです。でもねこの話だけ聞くと結局石油使ってるじゃんって思うところですが、これね最初の1回だけなんですよ。2回目以降からはその人工的に作られた石油を使ってまた石油を作ることができるんで、実際の燃料が使われるのは最初の1回だけでいいんだそうです。これもっと噛み砕いていくと、石油と二酸化炭素ラジカル水を使って石油のコピーモデルを作っちゃうっていう話、そして2回目からはそのコピーを使ってまた無限にコピー作れるんですよ。これね永遠に作れるっていうものなんです。だから今までみたいにわざわざ燃料である、重油とかを採掘しなくてもいい、掘り出さなくてもいいわけ、これだけ聞くとすごいって思いません？私も最初すごいなと思った。今後他国から石油とか輸入しなくて済むわけですよ。これまでね輸入することによって運んでくる輸送代とか、あと目に見えない部分でもコストがたくさんかかってました。で元値そのものもね石油の排出国 の, 希望価格とかになっていくから当然高いわけですよ。だから高い値段で我々は石油を買っていた。それにさらに税金とかいろいろつけられてもう莫大な値段になって店頭に並んでたわけです。だからその辺の部分とかかなり抑えられるし、これ無限にコピーができるわけだからいくらでもね石油とかガソリンとかディーゼルとかいろいろね作れちゃう、物が在庫が多くできるってことは当然ね価格そのものも落ちてくるじゃないですか、
少ないとさ、物って少ないと希少価値が上がるから当然価格が高くなるんだけれども、こうやって多くなると下がるよね。当然これ私たち消費者にとってはね、嬉しい話。これ現実化するとね、ディーゼルで1リッターあたり14円くらいらしいです。すごくない？できたら嬉しいよね。でもね、世の中うまい話には必ず裏があると言います、うん、私みたいなね、ひねくれた人間はメリットばっかりじゃなくて当然デメリットあるだろうってすぐ感じちゃう。で、メリットとデメリットを測りにかけて、その上でメリット面が多くないと食いつかない。まあ調べてみたらやっぱりね、デメリットありましたよ。まずはね、この燃料を生成するためのコストが結構かかると。最初のね、量産体制になって生成が安定してくれば当然コストは下がってくるけど、これらが燃料の主となるまで安定して供給できるまでにかかるコストがかなりの価格になるんだそうです。まあ先行投資って考えれば永久に作れる燃料なので安いって思うんですが、結局新しいものを作るためにはそれらを作る工場とか当然必要ですよね。でもそれが今までなかったので、一から作ってそれを全国に流通できるだけの相当数の工場を作らなければいけないわけですよ。車とかでもそうですよ。新しい車を作るために何度もテストカー作っては、でやり直して、その繰り返しでようやく新しいモデルができるわけだから、販売にはその開発費とかも当然ね、コストとして見えない部分で上乗せされてるわけですよ。それと同じだからね、その費用の捻出をどうするかですよね。これ国が主体で動くなら当然国の税金が使われるだろうし、民間の企業でやるとなると相当大きな会社じゃないと出資が追いつかなくなると思います。国を賄うだけのね、燃料を作るわけですから。そしてもう一つの大きな問題っていうのが、これね、生産量が少ないんですよ。製造効率が非常に悪くて、あんまり多くの量を一度には作れないらしい。となると、さっきと結びついて、一つの装置から少ししか作れないなら多く作れるように装置そのものを改良するか、それとも装置の数を増やして生産数を上げるかしかないですよね。結局これらもね、コストにかかってくるわけ、結局のところ。新しい燃料という道筋はできたんですけれども、量産体制を維持するには莫大なコストがかかる、お金がかかるっていうわけです。その辺でね、今もなお足踏みしている状態なんですよ。なんか話によると、大阪のどっかの企業だかが出資するとかしないとかっていう話は聞きましたけどね、こういうものってね、先にやったもの勝ちですよ。もし実用化できるレベルなら、先に食いついた会社が当然一人勝ちになるから利益は莫大になります。で、後から参戦してきた企業は不利になります。ただ先行投資にどれだけ資金を投入できるかが鍵になる。競争相手がたくさんいたらもっと話は進んでくるでしょうね、当然。あと、いくつかの会社がね、共同で多額の出資をしてくれるとかね。でもまだこれがね、物になるものかどうか様子見してる人たちが多くて、安易には手を出さないから、なかなか実用化されにくいっていうのが本音のところ。早く実用化してほしいよね。